皆さんこんにちは、ビーレジェンドスメラです。本日はこちら、チョコ、ベリー、バナナっていう感じでね、いつものパッケージが並んでるなと思った皆さん、ちょっと待ってください。実はね、違うんですね。よく見るとビーレジェンドプロテインスポーツ&ウェルネスって書いてるんですね。そう、こちらね、新商品になります。ビーレジェンドスポーツ&ウェルネス、いつものね、ビーレジェンドプロテインと何が違うのか、早速ね、商品のレビューをね、やっていきたいと思います。通常のね、ビーレジェンドプロテインと何が違うのかと言いますと、まず一つ、スポーツ&ウェルネスには通常のね、プロテインには入ってないマルトデキストリンっていうね、成分が入っております。マルトデキストリンって何ってこう思われた方がいるかと思います。簡単にお伝えすると、吸収速度のね、速いエネルギーになります。このマルトデキストリンがプロテインに入ってると何がいいのかっていうところなんですけれども、例えばトレーニング後であれば、マルトデキストリンをプロテインとね、こう一緒に摂ることでタンパク質のね、補給をサポートしてくれるっていう効果がね、期待できるんですね。で、例えばこうジムでね、もしかしたら見かけたことある方がいるかもしれないんですけど、トレーニング後にプロテインとこうバナナ一緒にね、摂られてる人見たことないですかね。なぜね、バナナとプロテイン一緒に摂ってるかっていうと、タンパク質の吸収をね、サポートしてくれるっていう、この辺をね、期待してこうバナナとプロテイン一緒に飲まれてるんだと思うんですね。で、このね、スポーツ&ウェルネスであれば、バナナね、1本分のエネルギーと一緒にタンパク質を補給できるんで、すごく便利な配合になっております。そういったね、トレーニーのお客様だけじゃなくて、例えばね、マラソンとか結構持久力をね、必要とする競技されてるね、方も多いかと思います。まあ、そういった方のね、パフォーマンスの維持にもね、重要なね、このエネルギーを一緒に補給できるんで、そういったね、方にもすごくおすすめかと思います。僕個人的には多くのね、エネルギーを必要としている学生さん、部活の時ってね、本当朝練して、で、昼間授業を受けて、で、夕方まだ練習とかいった形で、本当にね、多くのね、エネルギーをね、必要とする時期があると思うんですよね。そういった時ってね、本当お腹が空くんですけど、プロテインを間食のタイミングでね、取っていただくことで、タンパク質と一緒にエネルギーも補給できるんで、学生さんとかに僕は非常におすすめなんじゃないかなって個人的に感じております。まあ、その他にもね、いろいろメリットはありまして、結構味にね、定評のあるビーレジェンドなんですけど、よりね、美味しさにこだわった作りになっております。このうまさ伝説級、チョコ風味、ベリー風味、バナナ風味となっております。プロテインにね、まずいイメージを持たれている方が多いかと思うんですけれども、そういった方にも飲んでいただきやすいような味にね、なっております。その辺は自信を持って言えるかと思いますんでね、ぜひ飲んだことがない方も一度試していただければと思います。このスポーツ&ウェルネス、溶けも追求してて、かなり溶けやすくなっております。まあ、最初にね、これを飲んじゃった方は、これが当たり前なんじゃないかと思ってしまうんですけど、プロテインって結構ね、ダマダマになっちゃったりするものあったりするんですけど、まあ、こちらのスポーツ&ウェルネス、非常に溶けが良くなっておりますんでね、ぜひ一度試してみていただければと思います。さあ、すごく長々と喋ってきたんですけれども、実際どうなのかっていうのを早速ね、飲んで試していきたいと思います。早速じゃあ、ベリーから飲んでいきたいと思います。じゃあ、こちらのね、スポーツ&ウェルネスの方は、水ね、150ml から 300ml に対して入ってるスプーンで 1.5 杯入れてくださいって書いておりますんで、スプーン 1.5 杯分入れていきたいと思います。で、こちらのね、スポーツ&ウェルネスには、まあ、袋の中にスプーンがね、入っております。こちらのね、スプーンが入っておりますね。通常のね、公式サイトのスプーンとはちょっと形が違います。驚かないようにしてください。じゃあ早速ね、こちらちょっと 1.5 杯入れていきます。まず1杯ですね。1杯とで、ちょっと半量ですね。半量、これぐらい。よいしょ。さあ。じゃあ、シェイクしていきます。めちゃくちゃすぐ溶けましたね、やっぱり。時計がいいですね。全然どうでもいい話なんですけど、僕、あれですね、ビーレジェンドのベリーを飲んで、その美味しさに感動して、リアルスタイルに入社しました。それぐらい思い入れがあるね、ベリー風味なんで、あっちのベリーとこっちのうまさ伝説級ベリー、どっちが美味しいのってちょっと忖度抜きで言ってやろうかと思います。めちゃくちゃ綺麗に溶けてますね。あ、もうめちゃくちゃベリーのいい香りですね。いただきます。
めっちゃ美味しいですね。よりプロテインのホエー感が感じない。もちろんね、ベリベリベリーも美味しいんですけど、よりホエー感が消えてるっていうか、ジュースっぽいですね。美味しいですね。これがね、初めてのプロテインの方は本当に羨ましいだというか、昔のプロテインってめちゃくちゃ美味しくなかったんですよね。本当に美味しくなりましたねっていう感じですよね。ベリーめちゃくちゃ美味しかったです。じゃあ次、バナナ風味ですね。さあ、シェイクします。めちゃくちゃ溶けいいですね。やっぱり全然泡立ちもないですね。めちゃくちゃ溶けがいい。めっちゃバナナ。じゃあちょっと皆さん、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。バナナオレですわ。これ紙パックに入って昔飲んでたような感じのバナナオレですね。めちゃくちゃ美味しい。これ水でこれですからね。これ例えば本当に牛乳とかで飲んだらめちゃくちゃ美味しいでしょうね、多分ね。まあ、ビーレジェンドの中でもね、ベリー、バナナ、チョコって売れ筋のトップ3なんですよね、言ってしまえばね。まあ、それをね、選んだわけが分かりますよね、本当に。めちゃくちゃ美味しいですわ。じゃあ最後、チョコですね。王道のチョコ、ここに行ってみたいと思います。よいしょ。ただこんな感じですね。ちょっとね、通常のね、プロテインよりサラサラしてる印象があります。うわ、すごく一瞬で綺麗に溶けましたね。あ、めっちゃチョコ、めっちゃチョコですね。それではちょっといただきます。うまい。 B レジェンドの通常のね、激うまチョコって数あるね、チョコフレーバーの中で比較的ね、さっぱり飲めるチョコタイプだと思うんですよ。伝説級チョコ風味の方は少しね、激うまチョコより甘みが強いですね。ただそこまでね、くどくなくてね、すっきり飲めるんですけど、少し甘みが強くなってるなっていう印象です。ただ個人的にはね、僕これぐらいの甘みの方がチョコには合ってほしいなっていう印象なんですけど、ただ嫌味がない甘さなんでね、さっきり飲めますね。非常に美味しいです。このね、チョコとバナナ混ぜたらめちゃうまそうです。チョコバナナにして飲んだら美味しいでしょうね。それではこちら、ビーレジェンドスポーツ&ウェルネス、このうまさ伝説級チョコ風味の栄養成分表示ですけれども、1食 40g あたり、エネルギーが 155.6kcal、タンパク質が 15.4g、脂質が 1.4g、炭水化物が 20.6g、食塩相当量 0.09g、ビタミン C が 39.6mg、ビタミン B6 が 1mg ですね。こちらバナナ風味ですね。バナナ風味がエネルギー 158.3kcal、タンパク質が 15.1g、脂質 1.7g、炭水化物 20.8g、食塩相当量 0.09g、ビタミン C が 39.6mg、ビタミン B6 が 1mg です。最後、ベリー風味ですね。エネルギーが 154.8kcal、タンパク質が 15g、脂質が 1.2g、炭水化物が 21.4g、食塩相当量が 0.09g、ビタミン C が 39.6mg、ビタミン B6 が 1mg、そしてクエン酸がね、1800mg 入っております。もう3つね、飲んできたんですけど、ほんとどれもね、美味しく仕上がっております。多くのね、エネルギーを必要としている学生の方とかにもね、おすすめかと思いますし、体をね、大きくしていきたいっていう方にもね、非常にね、おすすめになっている配合になっているかと思います。こういったね、エネルギーを入っているプロテインもありますんでね、ぜひご自身が望むね、未来に向けてね、こういったプロテイン活用していただければと思います。まあ、商品のね、詳細はね、こちら概要欄の方のね、URL から飛んで、ぜひチェックしてみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。